ちょっと待って、さくらちゃん。え、どうしたの？ここここ、ここからの山に向かって叫べば、やまびこが帰ってくるんだって。やまびこ？やっほー！やっほー！わー、面白い！あたしも！やっほー！やっほー！さくらちゃん！さくらちゃん！そうだったのか。ちょ、待ってよ。あ、やまびこのバカ！お前がバカじゃーい！これ、おかしいよね。うん。おかしくなぞないだろう。恐れでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さてと、次は貴様ら。さあ、どんな恐れを見せてくれる？グフフフフフフ。待て、ヌーク。アタリア手裏剣ザ・ヘンゲッピン。ギン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 。暴れてあっぱれ赤忍者。ほう、ニュー忍者か。会場の子供たちを怖がらすんじゃねえよ。行くぜ。ふざけた、こいつで決めてやる。火炎の術、手裏剣忍法、火炎の術、燃えるんじゃ。メロメロじゃ。どうだ、このヤマビコ様の力は。ヤマビコ？ちだったら水の術、手裏剣忍法、水の術、ジャブジャブじゃ。おお、ちょうど喉が渇いたところだった。またか。ジャブジャブじゃ。ジャブジャブじゃ。何度やっても同じことだぞ。関係ねえ、もう一回だ。ガマガマジュ。お前ら。お兄ちゃん、勝手に一人で行かないでよ。何も考えずに突っ込んでいくから、こういうことになる。こういうことってどういうことだ。ピンチになってるってことだ。なってねえよ。なってるだろ。ちょっと二人とも、そんなことで言い合ってもしょうがないでしょ。フーカはどう思うんだ。俺がピンチだったのか、そうじゃないのか。え、ピンチに決まってるだろ。ヤクモは黙ってろよ。フーカ、どっちだ。いや、どっちかっていうとピンチだったかな。当たり前だ。おい、ちゃんと見たのか。ファック、お前じゃ当てになんないな。ちょっと、そんな言い方しなくてもいいじゃない。フーカもはっきり言ってやれ、ピンチだったと。お前は黙ってろって。おおい、喧嘩するなよ。うるさい。イエーイ。いってー。どうなってる。イージーだな。お前みたいなやつには不意打ちが一番だ。これは
ヤックンの作戦だよ。そういうことだ。まあピンチにはなってなかったから。ピンチだったの。だから違うって。これもあの作戦よ。いい加減にしろよ。ありゃお前らの。お前ごときに捕まるから。俺たちのチームワークをなめるな。そういうこと。さあ今度こそ決めてやるぜ。シュート超手裏剣忍法土の術ノーミナイジョー。はっ、いや、いけるな。タカニ、技は通じないって学習しろよ。そうよ。これは悪かった。勢いでいけるかと思った。でもよ、必殺技が効かないとなるとこいつは厄介だぜ。とりあえずマリア、カスミちゃんとも合流しようよ。ああ、ジッパー。人からけが一人。おい貴様、ジバ。あ、ヤマビコさん。貴様、人は忍忍者と命かけで戦っている時に何をのんきにしておるのだ。すぐにいません。総評は総評らしく真っ先に言ってやられてこい。だよ。うん、どうした。早く行けよ。いや、それがなんだ。いや、なんと言いましょうか。はっきりしないやつだな。貴様、いい加減にしろよ。山彦様、私は自分に自信がないというか、自分に自信がないんです。はぁ、あ、そんなもん知らんわ。ですから、その山彦様の力で私に自信をつけていただきたく思いまして。その…貴様の言い分は理解した。この俺様の力で自己暗示をかけてほしい。そういうことだな。そうなんです。お願いします。たく、人に物を頼むときは帽子を取りよ。あ、すみません。冗談だよ。いちいち真に受けるな。イライラする。すみません。では、この俺様に向かって俺は最強だと叫んでみろ。はい。いきます。俺は最強だ。俺は最強だ。どうですか。どうですかじゃねえだろう。ダメに決まってるじゃねえか。ダメマックスだよ。気合が全然足りないだろうが、ドア方面。ああ、すみません。はい、もう一回。はい。俺は最強だ。その最強だってのがダメなんだよ。なんだよそれ。志村の大丈夫だだよ。このテンションは。もう。大丈夫だ。志村。もっと腹から声を出せ。はい。俺は最強だ。ダメ。もう一回。俺は最強だーだーってよ。落ちるなよ。だーってあげろ。コピーをあげろ。俺は最強だー。おいいんじゃねえか。ほらその調子だ。はい、行けよ。ほら俺は最強だー。はい、それいただきました。それに俺は最強だどうだ。俺は最強だ。二
ニンニンジャー討伐は俺に任せろ。お、いいんじゃねえか。おい、山彦、びっしりすんな。あ、すいません。いいか、投票人からね。間違った方向に行くな。オッケー、これから気をつけるぜ。だから、ため口やめろ。あ、すいません。まあ、ニンニンジャー相手ならそのくらい元気があった方がいい。よし、行け。ジッパ。あ、山彦様。なんだ。ありがとうな。だから、タメ口やめろって言ってんだろうが。待って、こら。タカちゃん、ヤックン。こっちにもいないようですね。もう、みんな早すぎるんだよね。そうですね。ナギちゃんのどんくさいところをもっとみんな知るべきです。かすみちゃん、それ結構落ち込む。え、マリオン。うわ、なんだ、ひとからぎか。待て、俺をただの戦闘員だと思ったら大間違いだぜ。どこが違うのですか。え、見た感じは同じだよね。見た感じとかそんな違う。じゃあ何ですか。それは心意気だ。心意気。とにかく戦ってみれば分かることだ。手裏剣忍法、火の術。じゃあ、はっ。あっぶねー、直撃したら五輪中だったぜ。惜しい。ナギちゃん、もっと慎重に狙わないとダメですよ。なくなる上は。なんだ、兄貴、兄貴。俺の可愛い子分をいじめる奴は誰だ。こいつらです。こいつらニンニンジャーっすよ。そうだな、見りゃ分かるな。おい、ニンニンジャーどもよ、この山彦の力とくと見せつけてやる。手裏剣忍法、火の術。クボックじゃ。はい、いただきます。あれ、ゲロー。クボックじゃ。今だ、やめるぞ。呼び捨てすんな。言っちゃった。これが山彦様の力だよ。それから呼び捨てすんな。すいません。さてさて、次でとどめを刺してやる。いったいずガマガマ銃。いった。なぎ、かすみちゃん大丈夫か。ちぇ、揃ったようだな、ニンニンちゃん。俺たちが揃えば強えぞ。イージーだな。お前らごとき瞬殺してやる。よし、さっきの戦いで傾向と対策はバッチリだよ。5人のチームプレイ見せてあげるわよ。やまびこさん、人の言葉を繰り返さず自分の言葉で書かれないとダメだと思いますよ。うっせえ、やまびこはそういうもんなの。自分の言葉か、かっこいいな。おい、誰に言うとんねん。すいません。よし、みんな行くぜ。あ、暴れて暴れ。赤忍者とどろけヤクモ。青忍者、きらめきのなぎ、き忍者、ひときら風花、白忍者、ゆらめくかすみ、もも忍者。忍びなれども忍ばない。
忍者。かっこいい。忍ぶどころか暴れるぜ。おっと、俺の相手は女の子か。だったらどうなんですか。いやいや、俺と戦って惚れちゃったとかわかんねえ。やるじゃねえか。じゃあそろそろ本気で行かせてもらうぜ。それはこちらもです。剣の術、真剣忍法、火炎の術、レンジャー。そうだ、俺ただの戦闘員だったのか。やったー、高原くんたちのところに。そら、手裏剣に棒を使ってみたらどうだ。そんな挑発には乗らないよ。いや、タカ兄は乗るぞ。あれ、タカ兄、なんかいい方法があるはずだな。ジュアリ、おい、戦いながら考えろ。座ってたら危ないよ。ちょっと待てよ、そんないっぺんに話しかけられても混乱するだろ。しかもなんとかこいつを倒す方法を考えているのに。タク、普段は考えもなしに動くくせに。タカちゃん、あーもうせえな。吸い取ってやる。もっとだ。
っと大きな声で、せーの、スリコイン。ちょっと気持ち悪くなってきた。いいぞ、最後に一番大きな声で、せーの。負けるぞ、スイートリー。くっ、ダメだ、全部吸い取られちゃったよ。どうすんのよ、高原くん。ほら、山彦、どうした、そろそろ吐き出さなきゃ、辛いんじゃねえか。慣れたセリフならばお望み通り、この子供らの声を貴様らにぶつけてやるわ。くたばりやがれ、頑張れ。あれ、しまった、やった、高兄の作戦が成功した。たまにはうまくいくんですね、かすみちゃん、言い方。会場のみんな、最高の応援だった、熱いぜ。ぐぬぬぬぬぬぬ、この俺様の修正を逆手に取るとは。しかしな、貴様らの攻撃は全部山彦で返してやるぞ。そいつはどうかな、行くぜ。おう、タカニ、こっち。教えてくれたんだ。え、僕らどういうこと。いっぺんに文句言われたらな、こんがらがるんだ。なるほど、だからどういうこと。ごちゃごちゃ、残念だな山彦、お前の中で術が混ざってうまく使いこなせてないみたいだぜ。これで止めだ。技が効かないからってもっとたくさんの技を使うなんて、高原くんらしい考えですね。スマートではないが、それがタカ兄のすごいところなのかもな。ヤックン、お兄ちゃんを褒めたら調子に乗るよ。おいおい風花、俺がすごいのは当たり前だ、別に調子に乗らないぜ。もう乗ってんじゃん。乗ってねえじゃん。まあまあまあ、会場のみんなが見てるよ。え、おお、そうだった、会場のみんな、今日は大きな声の応援、本当にありがとうね。君たちの応援がなければ危なかったよ。本当、みんなすごい力だったよ。また一緒に戦いましょうね。よし、最後決めるぜ。俺たちは手裏剣戦隊リンリンジャー。